サーにようこそ。若き忍びたち、神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための。死んだ忍びが生き返ってる。そう、さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはオムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。死んだ忍びか。なるほど、だから猟奇が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんは神楽さ。あ、なぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前のばあさんもしかして。それなら優しく接して。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。ぶっ飛ばす私を。オムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ。こう見えてもわしは元神楽じゃからな。元神楽だと？元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界ずっと。どこじゃろうね。でも生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何もし。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。さあね。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。バイトをクビになる？それが何だってんだ。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて情けないったらありゃし。猛烈に本当っす。うるさいうるさい。忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力でぶつかっていくだけだ。っていうか誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さ。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った三神楽。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間元の。時間を停止させてるって。アスカさんのおばあさま、並大抵の力の持ち主では。さゆり様は伊達に長生きしてないっす。さゆり様が持っている知識や力は。花火、私を年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばす。すいませんでした、申し訳ないっす。私たちが置かれた状況は分かりました。です。もしかしてばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？なるほど、それなら納得だ。外。忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由。忍びの盆踊り。月仙、半蔵、蛇女、ホムラ、グレン隊、そして私たち神楽千年祭執行部。ルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ込んだ圧だ。祭りだ、喧嘩ってわけだ。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの？ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんか。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。神楽への道が開かれるか。神楽だと？ほう、神楽、忍びの最高称号か。神楽への道とはどういうことですか？
それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所は私が忍び結界で様々な場所に。とにかくお前たち矢倉が最後の一個になるまで。まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁、私たちが遊んでやるぜ。祭りだ祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。殿下、聖火の宴に舞い散る。なんかに負けたら私が廃るのよ。お前らふざけんなよ。今の勝負本当に全力だったか。手を抜いてたんじゃねえのか。手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうちよ。入るのば。やっぱりユミちんも感じてたんだ、この気配って。懐かしくて暖かくて、わしたちがよく知っている気配。まさか本当にそうなのか。絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな。せっかくの喧嘩が台無しだぜ。
気持ちはわからなくもないけどよ。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはで、三神楽再芝居行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。